こちらイギリスのサンダウンパーク競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。ポンと飛び出したのはジム&トニック。綺麗なスタートを切りました。サンライン前に行きそうです。ジム&トニック、それに続いています。さらにはスケベ人間14番、ケープクロス、その後ろマジックパーティー、後ろからになりそうです。では前の方から見てみましょう。サンライン先手を取りました。その外からジム&トニック、メジロブライト後位をキープ、その外からスケベ人間、その隣にグッドメーカー、ライトジュリエット、そのうちに続いています。その外にケープクロス、その隣にファントムジュピタ、内からはカイフタラ、黄色の帽子、サクセスストーリー、その後ろすぐ後ろにリンドイーグル、しんがりからサファイアミニスター。 1000m を通過しました。ここまでほぼ平均ペース、展開への影響はなさそうです。では前の方からフライングリオン先手を取りました。赤の帽子カリスマボールド、その後ろすぐ隣にジム&トニック。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。メジロブライト早くも先頭、カリスマボールドほとんど差がありません。さあメジロブライトこのまま逃げ切れるかどうか。この辺りで後続がぐんぐん追い上げていきます。残りあと 400m、 長い直線、ここからどうか。メジロブライト先頭、1馬身から2馬身のリード、2番手はジム&トニック。あと 200m、 メジロブライト先頭だ。残り 100m、 後続は大きく離れた。2番手はカイフタラ、メジロブライト今ゴールイン、段違いの強さです。メジロブライト1着、2着はカイフタラ、世界の強豪を相手に見事な勝利を収めました。メジロブライトまさしく日本が世界に誇れる馬です。こちらドイツのハンブルグ競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。大きな出遅れはありませんでした。まずは先行争い、何が花に立つでしょうか。トップミステリー前に行きそうです。バーボンスウォード、それに続いています。さらにはサドンダンサー、3番ラスカル鈴鹿、その後ろ。では前の方からシルバの先手を取りました。青の帽子サドンダンサー、その後ろ好位置をキープしています。ラスカル鈴鹿、原西、すぐ後ろ緑の帽子シャインセカンド、その後ろすぐ隣にファンタスティックライト、その横にバーボンスウォード、ホライトロード、そのうちに続いています。その外にグラウンエーム、並んで2番サンライトツリー、すぐ後ろにリードフォーエバー、その隣にギャラントアセット、内からはグロートレジャー、さらにはスカイタック、しんがりからミリオンフェザー。各馬鮮やかな芝生の上をかけていきます。 1000m を通過、少々スローペース、後方の馬は届くでしょうか。ここで各馬第3コーナーのカーブに差し掛かりました。もう一度先頭から
トップミステリー先手を取りました。2番手に3番ラスカル鈴鹿、その後ろからはシルバノ、これに続いてシャインセカンド、青の帽子サドンダンサー、その後ろ内からはホライトロード、その外からバーボンスウォード、その外にカラニシ、その隣にファンタスティックライト、その外にクラウンエーム、サンライトツリー、そのうちに続いています。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。ラスカル鈴鹿早くも先頭、2番手はトップミステリーシルバノ、3番手さあラスカル鈴鹿このまま逃げ切れるでしょうか。このあたりで後続がぐんぐん追い上げていきます。残りあと 400m、 長い直線、ここからどうか。ラスカル鈴鹿先頭、1馬身から2馬身のリード、2番手はシルバノ、あと 200m、 ラスカル鈴鹿先頭だ。しかし後続の足色もなかなかいい。ファンタスティックライト、原西追いすがります。ファンタスティックライト、ファンタスティックライト、1着2着にはどうやら原西、勝ったのはファンタスティックライト、見事な勝利です。短い直線に入って後続は届くかどうか。先頭変わってマーベラスサンデー、差は3馬身、後続の手応えもいい。後続は大きく離れた。2番手はマーベラスタイマー、マーベラスサンデー独走、マーベラスサンデーぶっちぎりです。マーベラスサンデー1着2着は微妙です。これが世界の実力だ、マーベラスサンデー。第4コーナーをカーブして、さあ直線コースに入りました。先頭はバトルライン、バトルライン先頭、2番手はエセウスフリーゼ、あと 200m、 バトルライン先頭だ。リードは1馬身、後続の足色はどうか。2番手はカワチシュール、バトルライン1着、バトルライン完勝、バトルライン1着、2着はカワチシュール、見事に勝ちました。バトルライン、カワチシュール2着止まり、しかし何とか面目を保ちました。